こんにちは、沼です。パワープロアプリやっていきます。今回は暁大付属で、スミカちゃん初使用いきたいと思います。早速いきましょう。で、今回のデッキがこんな感じです。ホムラ、小平、金倉、サイガ、ライチで、スミカちゃんですね。で、自分でもガチャで当てていますが、レベルが37なので、フレンドさんの40レベルのものを借りてきました。クールで野球部のごめんなさい、クールな野球部のマネージャー、冷静で容赦のないツッコミには野球部の選手たちもたじたじ、しかし予想外の事態には弱いと。で、こういうボーナスが一緒に練習すると体力消費ダウン、まあ、一番いいやつですね、マネではおそらく。で、練習をばらつかせて、ポジションもばらつかせて、あとはめった打ちとつるべ打ち、これを一緒に掛け合わせたような選手を作れたら面白いんじゃないかなということで組んでます。早速いきましょう。ライチ、よし、コツ、カワヒ、引かない。ライチ追求でいきますね。アネックラーでもいいんだけどな、どうしましょうかね。うん、評価上げたいっちゃ上げたいな。これくらいいきますか。うわぁ、外した。んで、追求できるけど、そろそろ行き始めたいんだよな。うわぁ、グキまあ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 、誰にしようかな。二宮とかにしとくか。これ大丈夫か。いいですね、連打。続ける。あー、失敗のパターンもあるんですね。気をつけないとな。うん、結構いいものが見れましたね、今自分の中では。失敗あるんだな。 70% 体力回復しましょう。結構びっくりするな。はい、カワヒがまだ取れないな、多分。ムードも取れないな。うん、珍しい、カワヒ。いいですね、イベント進みました、ね、これそろそろソミカちゃん行きたいんだ。第一、素晴らしいな、これ。受ける。これ大丈夫か、マジで。クリスマス本当怪しいぞ、これ。いない。あー、そうですね、どうすか。これで下げてもいいけど、まあ下げておきますか。お、勝った。5下がった。うん、これが何遍も起きないと正直厳しそうですね。お、体力測定ナイス。小平のいいイベントですね、序盤で起こると。マジでやばいぞ、これ。全然評価上がってね。お、
ラブパワー、とても際立ったいい動きをしていると思います。お、なんだこりゃ、何かを足す。で、何を足したら、そうだな、成功失敗あるけど真ん中のフルーティーがいい感じですね。あ、これはうまそう。やっぱうまい。これでかいな。このイベントでかいっすね。打倒カウントを減らしながら味方の評価が上がるところですね。そりゃ勝てんだろ。挑む場所間違ってますね。うわこれでかっ。さすがに行きたいな。いや、すみません、疲れましょう。差し入れ。うん、翔太おそらく行ったかな。どうでしょうね、あと1回ぐらいかな。愛の力はなくなった。うん、行ってますね。金札。いや、これはこっちでやる気と西賀小平の評価をサクッと上げておきましょう。お、肉。うやー、体力絶対になった。あった。いいぞ。これはいっとくか。うん、サイガがめちゃくちゃ走りますね。おい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 、スミカちゃん大丈夫これ。打倒カウント済んでね。流し。お。声をかける。上かな。いやー、上で技術もありますか。精神か。で、これなんかとてつもなく怪しいな。うん、流し打ち重ねられるんですね。お、告白来た。え、重そうだし、よかったら元を買った。恋のおまじない。さて、誰かに居そうだった。ひどい。かわいいイベントが。なるほどね。かっこいいな、パパツくん。いや、いい話ですね。チームメイトがいたらしく。ウケる。俺の住処に手を出すの絶対許さん。騎馬でもこんなんだから。おー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 、本類生還を掴んだのは良かったんだけど。四条さんの打倒アカウント増えましたね。災害か。マイナス 3? 災害行くか。いや、古代行くか。なんとかクリスマス前にカードにできましたね。よし。自分の頭。
お、いいですね。ホムラ走りました。よしよしと。結構イベント走るな。お、いいぞ。こういうのもあった。5ポイント。うん、やっぱ評価、まあコツ出して理解深めてそれから減らしていく方がいいのかなっていう感じしますね。タワヒ、流し、粘り、レンタは抑えるか。うん、金から行きましょうか。よし、固め。なんかめっちゃ積極的だな。あの、これ。いや、めっちゃいい子だな。スポーツタオルだ。野球の本やソックスまで。いや、なんかこれ高校生っぽいっすね。で、すみません、私らしくないことを言いましたね。これはナイスクリスマスですね。ムード骨、おそれで追求で金倉の顔出てくると固まるな。ムード骨か、なるほどね。お、これうまいけどどうすかな。普通に行けますか、これ打撃。よし、まず1人フィニッシュ。うん、いいですね。3本松結構下がりやすいな。はい、野球が上手くなりたい。オッケー、大凶、体力が下がる。おー、勝ったね。デート行きますか。どんな感じでしょう。すごい月がないデートだな。はい、試験受け。これもうマストでいって、一ノ瀬怒りはここで潰していかないとかなり苦しいですね。絶好調だな。打倒アカウントか。ごめんなさい、カウントですね。もっともっと試験的な要素でも面白かったかもしれないですね。もう本当にパワープロ9のこの3軍2軍3軍からだったっけな、前すぎて覚えてないですね。うん、とりあえず勝ったな。で、おー、微妙になどマラソン大会あるな。じゃあメンタルいって体力回復していきましょうか。おお、焼肉。なるほどね、これはランダムみたいですね、一緒に来るやつ。さあやりましょう。下り思いっきり平地、平地は少しかな。飛ばす飛ばす。
いやー、2位か。お、本類生還のコツか。もうもらったんだけどな。2に4減らせる。打撃ですね。うん、という感じで、おそらく練習パラつかせていった方が打倒アカウントを稼げるんじゃないかなっていう感じですね。うん、本類生還か2位で。で、カネプラ出しとくか。まあまあまあ。お、ナイフライ。まあ何にもあげてなかったですからね。こんなもんですね。手作りチョコ精神。ほんで今度でいいかな。一ノ瀬倒すと全員に下がるんでね、早めですね。潰すんなら早め。お、ちょうどいいじゃん。さよなら。241。いいですね、チャンス完走。デート行きたいけど、これ筋力踏みますか。さいなら。今では、ね、なるほどね。全員のカウントが一番。うん、これ倍化しなくてよかったな、マジで。お、鉄血を頑張れと監督に葉っぱをかけられた。うん、なんとかいけそうだけど、外野手でびっくりしたいなっていう感じですね、今は。うん、体力回復うまいですね。ポイントは少ない感じかな。まあここ行けますか。3本マックスアウト。いやー、お、戦闘何か本当に異常に上がるからな。サイが強い。いや、こいつまだあった勝ちもあるぞ。まだ、うん、サイがポイント一番上手いですけど、二宮減らすか。立ち回りやっぱ難しいっすね。一回攻めますか。うん、ポジションももうちょっとバラした方がいいかもしれないですね。
精神ばっかだな。才が。もう才がに行ってる余裕がないかもしれない。でしょう、おそらく。ちょっと平均的な感じにしておきたいですね。で、3人か。よし。二宮は終わりそうですね。こいつを倒しておくか。ポイントとともに。さよなら、ヤシオさん。これはいけそうかな。つくも。やっぱ外野がきついな。外野が結構きついですね。なんで内野潰して外野は誰かがびっくりするように外野手多めがいいのかもしれないですね。なんともわからないですね。ちょっとミートとパワーもっと欲しいな。早めに取っておかないと試合がきつそうですね。で、勝てました。これいけるかな。どうでしょうね。オッケー、1下がった。点でね。お、喧嘩してる。これ両方ともどうせ終わってるんだよ。お、帳尻合わせ。すげえな、こんなんくれるんすね。お、3人いる。しかしこっちめっちゃ強い。まあ、こっち行くしかないっすね。さよなら、二宮さん。外野陣がきついな。だからこのバイカーやめてくれって。なるほどね。これは強制っぽいっすね、バイカーは。なんでバイカーする前にある程度全員を下げながら進まないとダメですね。これ難しいな。十月を倒すだけのサクセスだったら楽かもしれないですけど、それを活かしながらいい選手を作ろうと思うとかなり大変そうですね。これやばいぞ。やべ、そうか。これで勝てました。強いでナイスコントロールは。
よしよし。12いても不可能じゃんって感じですね。打撃。うん、サイが走りましたね。で、体力なくなったら、メンタルか。ベート行きましょう。うん、やっぱ精神多めで、体力回復多めですね。かな。ホームだか。守りを倒してポイントもらえますか。うん、なんだこの120だから。頼まないとどうなるんでしょうかね。関係ないか。うん、これは厳しいとしか言いようがないですね。しっかりと倒しに、10人倒しに行くサクセスをやりたいですね。すごい。連続ホームラン。それはめった打ちだもん。強いな。集めるとかなり大変そうですけどね。打撃金くん。お、最後1回目か。ちょっと感想厳しそうかもしれないですね。お、矢部くん秘策がある。外野手の理解が深まった。残り1周でしかも誰もいない。なるほどね。うん、これはちょっと狙い撃ちしないと厳しいな。そして小平のタックが弱い。うん、なんとなく少しずつ分かってはきましたね。ただまだまだ、まあ、コツ追求の使い方、この辺が難しい感じですね。CC にしてめった打ちを取って切り込みも取りますか。直ですけど、せっかくもらったんだね。で、帳尻合わせ。打球伸び取りたいけど重いな。あー、そうっすね。まあ、子供くんですかね。お待たせいたしました。じゃあ行きましょう。バス停前1回戦、本当助かるな。うん、オッケーですね。よしよし。やはりチームは相当強いですね。本当に点も取るし、守れるしって感じですね。スミカちゃんも強いな。そこそこ確定なんで本当に使いやすいですね。精神もたくさんくれるし、いい感じだ。よく完走したな。最後金倉バンバン来るの。さすがにレベル5練習なんで強いっすね。
貼らない。さあ行きましょうか。そうだ、もうパワーで。行きましょうか。うん、入魂取っていいかもしれないですね。せっかくもらったんでね。第9投げました。打った、強い当たり、宇宙か、容赦しないぞ。第9投げました。おっと、シュートじゃなかった。ライトへ上がった、取りました。これで3アウト。バシッといきましょうか。第9投げた、打った、これは強烈、いったー、場外。さすがに3点差。第9投げた、打ちました、大丈夫じゃないですか、いったー、150m。うん、勝てましたね。ホムラにレギュラー取られる3本末かな。ちょっと初めスタメン見てなかったですけど、ホムちゃん出てましたね。小田以来休みますか。阿部木とかもなんかだけどもいいか。マジか、クキ。まあ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 。お、ライチ。金倉バンバン来るな、本当に。さあ、マチェット行きましょう。印象足んないもん。いや、いいのか、印象は。行きましょうか。いや、印象足んねえわ。お待たせいたしました。第9投げた、しっかり勝ってきてますね。いや、でもメッタ打ちも使いやすいし、スミカちゃん使いやすいですね。あんだけやると体力回復してくれると神合い良さそうですね。最大値上げてくれるキャラとか。第9、よーし、うん、勝てましたね。次行きましょう。ご覧の、追求してやってもいいけど、遊びますか。激闘第一よりも強いでしょ、メンバー。行きましょうか。オールビー行けるかな、どうでしょうね。お待たせ、行きましょう。お、3点いきます。第9投げた、うん、やっぱ恐ろしく強いですね。いったー、入った入った。第9センターへ大きな当たり、ダイレクトで当たった、ボールは中継、逃げた、ツーベースヒットを放った。第9投げた、アウトロー、際どい球、逆転されてるぞ。第2球投げました、打ちました、痛烈、入れば同点だ、いった、入った、入った、やばい、これはまずい。第9投げました、初球外れても、バッターよく見ました。第2球見送ってストライク、投球はこれから3球目。どうでしょうね、厳しいな。やる、さすが。外野は長打を警戒します。投げました。おせー。初球ストライク。インハイへ。
第2球投げました。ボール。カウントワンボールワンストライク。第3球打った。これはいいですね。いった。サヨナラ。はい。さすが暁というところでしょう。チームが強いですね、本当に。オッケー。なんとかギリいけそうな感じあるけど。メンタルか。まあ、こっちですね。さあ、木場くん行きましょう。固定っぽいですね。何回かやりましたけど、ずっと木場なんで、ね、これ結構大変だな。ここのポイントの取り逃しが発生する確率が高まるとかなり厳しいですね。第9投げました。外れた。ボール。投球これから2球目。詰まる。センター方向に持ってきましたが、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。これと水鳥だもんな、キャッチャー。本当いやらしい。第9投げた。ストライク。少し意識しすぎたか。第2球投げた。外角高め際どい球。ボール。これは外れます。カウントワンボールワンストライク。第4球を投げた。インハイ際どい球。ボール。強気で攻めてきます。カウントツーボールツーストライクです。次は6球目投げた。うわー、いやらしいな、このカーブ。右中間へ持っていきましたが取りました。やばい。第9投げた。いやー、厳しいとこ。第2球投げました。ボール。わずかながら外れています。カウントワンボールワンストライク。ボール。アウトローへ。カウンターツーボールワンストライクです。ほんと厳しいとこしか来ないですね。強い当たり。入れば同点だ。なんとか同点だな。第9投げました。外角高め。ボール。ここはよく選びました。投げました。スライダー。ボール。バッターよく見ました。カウンターツーボールノーストライク。投げました。低め際どい。ボール。ここはよく選びました。カウンタースリーボール。投げました。これでおそらく大丈夫でしょう。打球は中間に上がっている。センターの後ろ。ワンバウンドヒットになった。逃げた。タイムリーツーベース。勝てましたね。いや、際つらいぞこれ。もともと打ちにくいのに甲子園決勝まで来るとコンピューターのレベルが上がるんでね、かなり手こずりそうですね。これ経験点 1.5 倍ぐらいにしてくれてもいいんじゃないかな。2。なかなか使いやすいマネージャーだと思います。普通に即戦力級だと思います。最後コツはなしか。エピロー告白の時で本塁生還もくれるんで、まあこんなもんだろう。で、勝った。補給一応オールビニアできましたね。で、入魂もらったし、気迫ヘッドもらったし、体当たりもらったし、はい。で、あとは基礎振りますか、パワーと、あともうバランスか。ローボールとかがいいかな。こういううちにと、ラッキーセブンとかにしますね。で、1、2、3、4。はい、できました。めった打ち外野手。残念ながら金倉は失敗しましたが、まあほぼほぼ思い描いてたような感じの外野手になりましたね。暁難しいな。ぜひぜひ、もうコツをつかまれた方は僕にそのコツを教えていただければ嬉しいです。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録をお願いできればと思います。
またツイッターのアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。